さあこの先かな、行きましょうか。とりあえずバレットエアリスとパーティー組んでいきます。ここか。さあもう結構奥まで来たけども、とう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 採用まで来たかな。快晴の間。さあここ、うん、どっちだ、こっちか。ケットシーは来てんかな。そしてあ、ツオンとクロマント、この遺跡は砦だ。一人しかいない。散見される戦闘の痕跡。あ、そして黒い翼。誰だ、モンスターか。いや、いや、うわあ、ロンゲおじさん。うお、はい、え、もうすでに刺していた。妬んだ人類が古代史を虐殺した。ロンゲジやりよるな、さすがに。ソンが振り返ってる時にはもう刺していた、すでに。ただ星に帰るだけだ。ジョー・クラウドと同じセリフやめなさいよ。クラウドかなり影響を受けてんじゃん。お、そしてソンさんがただでは転ばないとクロマントに戻っていく。さすがだな、この男は。右腕さすがすぎる。さあ、ソン大丈夫か？無事か、お前。ソン、何気にこいつは憎めないやつだったんだよ。クライシスコやると よりそれが分かってくるんだよな。一つ教えてくれ。ここは約束の地なのか。違うらしいよね、どうにも。ねえ、エアリスの言うことを。時々優しかったよね。そうなんですよ、時々優しかったのよ、本当に。この台座が鍵だ。古代史でなければ反応しない。動かないで。ちょ、無理すんなよ、トンさん。報告だ。報告後でいいよ。お前早く休め、いいから。傷塞げ、手当てをしろ。もうなんでここまで社畜なんだろう、本当。エアリス、見てくれ。なんでそこまで信頼のために尽くすんだろうな、ツオンは。優秀すぎるってのも時に理解できませんな。お、エアリスだから光ったってことか。さあ、でこれどうなるんだ、奥に行けるようになるのかな。光った、読めるか。お、エアリスいなかったら積んでたわけね、これ。もしかして古代種がじゃないと。穏やかなる戦士たちよ、今一度己を見つめよ。刻みし轍は赤く染まり、そなたの糧とならん。夢夢怒りを忘れることなかれ。怒りを忘れることなかれ。なんか赤い線出てきたな。あそこに入れってことか。うん、一人ずつ。うわー、やっぱりそういう感じか。そうだとは思ったけど。クラウドは行かなくていいみたい。なんで？ずるい。いいだろう。俺はここで待つ。急いでくれ。これもちょっとまた意味深だよな。なんでクラウドだけなんだろうね。うん、エアリスもあるんだよね。なんでクラウドだけ。じゃ後でな。いっぱい部屋があるなと思ったんだけどね。そういうことですね。じゃ あエアリス操作していくんだ。ガチャリ、お、自動ドア。この先
うわあ、クラウド何してんだろう一人で。何して待ってんだろう。お、なんだ？でけえ顔、ジェノバの顔じゃんこれ。違うから。ちょっと似てない？何この光。すげえなんかネオン街みたいな光を漂わせてんですけど、三角か。ちょっと正面恥ずかしいんで、脇から覗いてあげましょう。照れるじゃねえか。みんな同じなんだこれ。なんだ。煙まずくねえか、毒ガス。あ、レッドになった今度は。さあまず7機から行くのか。実験体発見。実験体。幻覚じゃないや。あ、幻覚。こっちから多分手出せないよね。逃げるか。幻覚らしいけどちゃんと攻撃を当たるみたいな。あ、ヘリ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 。これ過去の描写なのかな。7機の死んだから逃げてきたこの感じが描写されてるんですかね。ここにヘリがあるわけないしな。あ、でなんか実験室的な。あ、北条の実験室だ。死んだ本社の本社ビルだ。いた。うわ、これ絶対過去じゃん。こんな感じだったの。うわ、マナキお前苦労してたんだな。貴重なサンプルだ。丁寧に扱ってくれよ。うわ、本当にもう、もう少女をマジでスピンファングで処してあげたい。うわてめえ何するんじゃこのボケガスが。警備兵の分際で。おら、何振り払えないだぞ。必死に抵抗しているんだけど、この野郎振りほどけない。なぬ、両方じゃ。これでお前たち諦めろ。せいや、13番こっちだ。俺にはレッド13じゃなくて7期っていう名前がちゃんとあるんだよ、てめえ。北条。知ってるか、俺の名前。うわぁ、全然振りほどけない。うわぁ、なんか置いてあるよ、なんかドリルみたいなやつ。あれ、なんか、ローチャも使ってたやつじゃないの。うわ、これ自分がこの立場だと思うとゾッとするよな。うわ、ゲス野郎だな、ほんと北条てめえは。こんな北条でも、でも俺はキリエのがさらに俺好きじゃないです。あ、もうこの話はもうやめよう。あ、口も塞がれてんだな。あ、七木かわいそうにお前。うわ、やめろ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 。うわ、何をしてんだそれ。ああ、そういうことか、刻まれていたのか。いやー、これまた見させられるのやめてほしいよな。パチの悪い試練だこと、本当ティファーなあ。さあ、ティファはどこに連れてかれるんだろう。あ、ニブルヘイムだね、故郷だ。あの夜かな、やっぱ。あ、もっと前だ、ちっちゃい時の。かわいい。子供ティファだ。さあ、ティファは何やるんだ。あ、はいはい、給水と手振ってる。タタタタ、こっちか。
そんなに辛い記憶じゃないと思うんだけどな。クラウドとの会話なのかな。すんげえもやかかってんね、ネブルヘイム。あ、いた、クラウド。クラウド子供クラウドいた。あ、からのこの夜ですね、悪夢の。ニブルヘイムが焼けた日、ロンギおじさんがちょっと暴走しちゃった日ですね。あ、子供クラウドがなぜかいる。なんか向こうに行ってたな、この先。待って、いるはずないんだけどね、この時代に。このちっちゃいクラウドは。あ、向こう。あ、お父さん、ティファの。そういうことか、お父さん関連の話だ。これはつれえわ。さあ、セフィロス追ってね、山に行ったんだっけ確か。でやられちゃうんだよな。あ、マコールのドア。さあ、これは開けて行きたくないんだけどな。お、何もなくなってる。トラウマじゃん、こんなの。怒りを忘れるなっていうのはそういうことなのかね。この時に受けた屈辱というか、怒りを忘れなさせないための試練なのか。それが何で今やってるのかがちょっとよくわかんないですけど、トラウマを乗り越える的な。ああ、お父さん倒れてますね。もうセフィロスにやられちゃった後だ。許さない。出た、セフィロス。ソルジャー、ソルジャー、シンラ、マコーロ、マコーロ、シンラ、シンラ。全部大嫌いってね、有名なセリフがありますけど。全部大嫌い。なんだろう、これみんな怒りでスーパーサイヤ人にさせたいんかな、この試練は。怒りをご飯、もっと怒れ。悟空か、この試練与えてんのは。セルなのか。みんなスーパーサイズになるぞこれ。パパのことか。いやー、でユフィ今度は何なんだろう。めっちゃ怖そうだけど、ユフィだけちょっと過去がまだね、リバースで描写されてないからね。さすが忍者。これ何なんだろう。先輩、他人の家では猫かぶれだよ。これ、あ、そのインターグレートの話かな、これ。あー、ちょっとそっちの外伝をやってないからよくわかんないんだけど、そのなる人物が出てきて、上か。先輩、今度こそ慎重に、無用な戦いは避けたい。先輩、先輩じゃねえ、ソノめちゃくちゃいい声じゃねえか。絶対先輩お前の方だろ。声の渋さが。やり残したことはないか。もう後戻りはできないぞ。なんで先輩って呼ばれてんだろう、ユキは。どこに行けばいいのこれ。行き先がよくわからねえ。下行けないな、この上か。なんか鉄パイプみたいな武器使ってんだね、ソノン君は。ここかな、降りて。あ、こっちですか。え、ウータイ時代のなんか仲間か誰かなのかな。こっちか。また来るんだよね、こういう時にね。ああ。さっき一緒に行けばよかったじゃん。なんで行かなかった。わかるじゃん、食べるもんないって言ってたんだから。なんで行かなかったの。あ、
お前食わないんじゃないの。米は食わないんじゃないんですか。これ全員ウータイ兵の死体だな、多分な。めっちゃやられてるわ。この先三国先輩、ソノン、ああソノンもやっぱやられちゃうのか。セフィロスじゃないな。あ、なんだっけこいつ。あ、え、ダックス。え、今のザックスにそっくりだったな。君が迎えに。あ、ネロ。僕が遊んであげてるんだ。こいつ激強おじさんじゃなかったっけ、確かネロって。翼生えてるし。こいつに全員やられちゃったのかな。ソノンだの他のウータイ兵だの。さあでバレット、ごめん、ユフィのところは本当にちょっとよく分かんなかった。バレットね、バレットは多分7番街プレートの剣だろうな、多分ですけど。あ、もっと前だ。コレル時代か。どうなってんだこりゃ。あ、コレルだ多分。両腕バレット。いやー、これスカーレット関連かなってことは。まあ、コーロの。だだだだだ。コレルか。あ、コレル。バレット帰ったのか。ああ、みんなめちゃくちゃちゃんと挨拶してくれる。バレット、お疲れ様。マコーロの調子。マコーロがある暮らしってのはいいもんだね。マコーロできてからだね。あんたの早く。ああ、事故起きるんじゃないのこれ。うわ、つれえ。みんなの変わりようがつれえ。あ、バレットの奥さん。お帰りなさい。ああ、本当のバレットの奥さんと。めっちゃ綺麗な人。どうしたの？変な顔して。子供いたんだっけ？ミル。いきなり何？ちゃんと魔法パイプ繋がってるわ。ほら、疲れたでしょ。入って。バレット。あもうこの場面に来てしまうのか。もうちょっとゆっくりさせてあげてほしかったな。でも腕がないと。ダインはもうやられちゃってんかな。ミーノ、ミーノ、ミーノ。いやバレットもつれえよなこれな。腕がマジで痛々しい。
この先か。ミーナ、どこだ。ああ、これらの人たちもみんなやられちゃってるよ。動かないな。あ、足で蹴っても、お、だんだんへこんできた。もうちょっとかな。よいしょ。あー、倒れてる奥さん。ミナ、そんな、ダメだ、行くな。ミナ、つれえよな、これ。親友なくして奥さんなくして村が崩壊してみたいな。右腕もなくしてね、バレットはね。クラウドもさ、こういう過去の怒りみたいなやつあるはずなんだけどね。なんでクラウドは試練ないんだろう、マジで。あるはずなんだけどな。ね、そこがちょっとね、もうちょっとピンときてる方は来てるかもしれませんが。4番街イスラム。4番街イスラムです。4番街。あ、お母さんかな。あ、そうじゃない？本当のお母さんじゃない？イファルナだっけ？あ、そうだ、やっぱ子供エリス。お母さん、ん？周囲の様子を調べてみよう。なんか蝶々いる。蝶々。エリス、ちょっと冒険してみない？冒険？なんか花咲いた。何これ。冒険始まったぞ。なんか知んないけどワクワクすんじゃねえか。ステージ1はどこだ。あ、こっちか。こっちが先かな。蝶々いた。ここから出るの。出る。出て外の空気を吸いに行くの。すげえ、なんかめちゃくちゃ壁に外の空気落書きが。さあ、あとはどこだ。後ろか。あ、何にもないな。蝶々どこ行った。蝶々いた。めっちゃ近かった。そうね、そうなれると思う。やった。4番街が確か、5番街でな、何番街でエアリスのお母さん いたんだっけ。7だっけね。で結局今のね、育てのお母さんエルミナさんがエアリスを引き取ることになるんですけど、結局本当のお母さんはそのままね、息絶えちゃうんですよね。なのに。ああ、そう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 、ここだ。お母さん待っててね、お医者さん呼んでくる。誰？頑張って。ああ、子供エリスを操作できる。お母さんちょっと待っててね、すぐ呼んでくっかんね。お医者さんいませんか。かわいい。ごめん、めっちゃ必死で真剣なんだけど、めちゃくちゃかわいいな。誰かお願いします。助けてあげたい俺が。お母さん助けて。
他を当たってくれ。うわあ、スラムに医者がいるとはね、思えないよな。助けてください。あー、あっち行けって言われちゃう。めちゃくちゃ可愛い声してんな。これ本当のね、あの声優さん子供なのかな。助けなんか来ないよ。はあ、てめえ何言ってんだボケ。子供にお前もうちょいなんか優しい言い方してあげろよ。ちょっとはそうなんかもしんないけど。お医者さんを知りませんか。悪いね、わからないよ。わからない。まあそうだよな。だからいかにバレットとティファが運良かったかっすよね。優秀な医者がいてさ、ちゃんと命助けてもらってみたいな。助けてください。やつれエリス、つれ。母さん助けて。うわあ、誰も助けてくれないよ。あれ、こっち行けないの。あー、危ない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 。秋は家帰って寝てろ。家がねえんだボケ。何がおかしいんじゃお前は。笑うとこじゃないだろそこ。うわあ、もうエアリス本当頑張ってくれ。十何年後にはね、めちゃくちゃいい仲間と出会えるんだから。エアリス大丈夫かい。あ、来たエレミナさん。って考えたらこの人めちゃくちゃ優しいよね。良心的な大人を初めて見た。いや、初めてじゃないか、前何人かいてくれたけど。うちは外れの方でね、うん、この辺りの医者は知らないんだ。そうですか。語り口がめちゃくちゃ優しいもんな。よかったら詳しく。ありがとうございます。私お母さんのとこ戻ります。そうかい。でもちゃんとこの後多分ついてきてくれるんだよね、エレミナさん。いいよ、もうエリス、お前頑張ったじゃん、十分。許してあげるよ、お母さんの顔に。この俺が。もう俺が許してあげるから、もう泣かないでくれ。結局、お母さん、まあ死んじゃうんだよな、この後な。しょうがない、でも、本当に医者がいないかったからね。ああ。で、これ多分5番街なんですかね。4番街って言ったっけ。ああ、分かったよ。エレミナちゃんと来てっかな、後ろから。あの子大丈夫かなって。なんかほんと、こういう無力な自分が一番辛いですよね。お母さん大丈夫か。あ、なんだろう今の。ラストエリクサーかな。星に帰るよ。え、何これ。え、悲しまないで。これからもあなたのそばにいるから。母さん、やだよ。冒険は。あ、来てくれた、ちゃんと。あんた大丈夫かい。この子エアリスを安全なところへ。で、息を引き取っちゃうんだよな。
辛いよなこれ。いやーそりゃそうだよ、そりゃそうだよ。いやこれエレミナさんナイスだよな。多分ずっとこのままいたらエレスも見つかっちゃって結局連れてかれたからね、シンナに。つれえよエレス、この時何歳なんだろうね。さあ来たよ、ほら王女来たよ。危なかったね。あ、じゃない、誰だこれ。おい、いたぞ、こっちだ。研究員、モブ研究員。エレミナ、ほんとないっすよ。いや、辛すぎる。さあ、一人待っているクラウド君。お、なんだっけ、帰ってきた。あ、なんか動き出したよ。なんか矢印書いてあるね、よく見たら。ティファも来た。ユフィも来た。みんなこれ。すんげえしょんぼりして帰ってくんだろうなこれ。つれえよなマジで。何だったんだマジここの時間。テンションめちゃくちゃ下げて帰ってくるみんな。あ、いた。みんな下向いてるよ、もうちょっと元気出せよ本当に。しょけてる場合じゃねえだろう。あのね、死は命の一つの状態。エリスがなんか察しましたね。体が消えても命が消えるわけじゃない。ライフストリームに溶けて星を巡って新たな命を育む。今さらいいって。命は死んでも消えない、そんなの頭で分かってもお別れは悲しいよね。そりゃそうだ。だから星に帰るだけなんてそんな風に言わないで。あ、遠回しにクラウドが説教されてたわ。めちゃくちゃ遠回しに俺が説教されてましたわ。理不尽な、ごめんなさい。なんかしたことされたこと過去を消すことはもうできない。でもね、これからのことは変えられる。うん、そうだね。悲しみや怒りは私たちを強くするけど、私たちを変えてしまう。本当の強さは違うと思う。それはいつも心にあって、柔らかくて壊れない、そう思うんだ。過去じゃなくて未来を思えば、私たちセフィロスより強くなれる。ずっと強く。話は終わったか。時間がない、急ごう。全く響いてないやつが一人いました。今のめちゃくちゃいい話を全く響いてないやからが一人いましたね。こいつ本当にちょっとやばいぞ。クラウド君、昔よりもちょっと性格がちょっと荒くなってますね。中二病時代のあのね、一番モコール壊しに行った時よりもちょっとやばくなってんじゃないかお前。クラウド大丈夫か本当。